回の企画はですね、鼻歌検索どれだけ正確にできるか。結果 84% です。高い。どうも、乃木坂の全楽曲を頭に叩き込みたい陽次です。どうも、綺麗にハミングが出せるようになりたいエンタです。どうも、鼻歌で会話ができるようになりたいレンジです。どうも、絶対音感を使ってみたいダンクです。はい、ということで今回の企画はですね、鼻歌検索どれだけ正確にできるかっていうねお企画なんですけれども、まあね、この企画どういった企画かっていうと、まあ、結構ね、あのウェブとかに、あの要は、まあ、街中とかで流れてる音楽が何の曲か分かんない時にそれを聴かせたり歌ったりすると、まあ、何の曲じゃないですかって教えてくれる機能っていうのが、まあ、結構いろんなところがね、あのやってるんですけれども、はいはい、まあ、そのね機能の中で今回は、まあ、私たちはあの Google さんの機能をね使わせていただいて、うん、僕らが、まあね、乃木坂の歌の一部を、鼻歌で歌います、はい、で同じ部分を4人で歌って、で歌うとどうなるかっていうと、まあ、この曲じゃないですかっていうことで、あと適合率みたいな、何パーセント正確ですよみたいなのが出てくるようになってます。でこの4人で同じ場所を、歌って、うん、誰が一番、まあ、まずその自分が意図してた歌が出てくるか。ただね、これはまあ僕ちょっと試しにやってみたんですけれども、まあさすが Google さんですね。まあほぼほぼ相当下手でなければ多分意図してる曲が出てきます。これですっていうのは。 なので、まあ多分おそらく競う部分はその適合率みたいな、何パーセントみたいなのが出てくるんで、この中でまあね4人でやってみて誰が一番正確に歌えるのかでね、今回はまあ1人ね2台考えてきてもらったと思うんですけれども、それぞれ、はいはい、今回はまあね、一番適合率がその中で高かった人に2ポイント、はい、で2番目の人が1ポイントで、まあ、3位4位の人は0ポイントで、まあ、ポイントを集計していって、このメンバー4人で誰がね一番乃木坂の鼻歌をうまく歌えるのかっていうのをね、なるほど、やっていきたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、じゃあね早速、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、今回ね挨拶した順で陽次の出題2問、エンタの出題2問、レンジの出題2問、タンクの出題2問っていうね順番で、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、陽次から早速お題の方ね、まず1つ目のお題発表させていただきたいと思います、はい、まあ、ちょっとねテロップであの出てると思うんですけれども、まあ、陽次のお題の1曲目がきっかけ、はい、で鼻歌の部分が、歌詞の分、歌詞言いますけども、はい、誰かの指示待ち続けたくない、走りたい時に自分で踏み出せる、うん、のところをねまず一つ目のオッケーでお題にしていきたいと思います。はい、あでちなみにまあねお題今言ったんですけれども、最後までこのお題の部分歌い出す前に、あ歌い切る前にもうね答えが Google の方がこれじゃねって言われたら、もうその時の結果で点数を競うという、あなるほど、パーセントを競うというのをやっていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね陽次今のお題からやっていきたいと思います。お、出ましたね。今回、まあ1番ね、これ一番上がまあ一番可能性の高いということでね、まあ僕のお題通りきっかけが出たんですけども、陽次今 85% でした。おー、高いね。高いね。結構高いんじゃないですか。はい、じゃあ次、エンタさん。おお59%。 あれ、おあれ意外と、なんでだろうね、わかんない、おいいぞって思ったんだけどね、あ俺より多分音程しっかりしてた気がするんだけど、でもまあまあ一応きっかけは出ましたね、まあ、確
かにこれ何で判断、そう単純にこれ歌うまいじゃないような気もするんですよ。確かに、まあ正確さなのか分かんないですけど、じゃあ次返事いきます。お、出ましたね。お、レンジも 59% です。あれ同じ同じで、しかもあれですね、2曲目3曲目も同じのが出てますね。ほんとだ、すげえ、すごい。じゃあ最後、よし、タンクさんお願いします。じゃあタンクいきます。これはあれですね。ですね、これはしかもあれなんですよ。何パーセントってこれ、まあね、今画面見てくださってる皆さん、結果で出てないと思うんですけど、原曲とか流しても確定でこれだろってなるとこの画面になるんですけど、そんなにうまくこの歌歌ったの？俺この曲知らないよ。行かないで。イブ天才じゃん、アルバムバージョンだって。ちょっと、え俺イブのこの曲は知らないわ。俺も知らないけど、そんなだったかな。まあそういうことなんでしょう。びっくりしたわ。1-2-0なんで、ここは同じだったんで、まあ、2ポイント、2人が1ポイントで0ポイントということで、はい、どうした？逆にすごいよ。すご。俺変だった。どこまで？よ、なんなら結構うまかったかなと思って。どうなんですかね。どうなんですかね。はい。俺の鼻歌とその曲が完璧にリンクしちゃったっていう。そう。完璧にリンクしたんだ。すげえ。一瞬で出てる。すごい。はい。ってことで、ね、思わぬ結果になりましたけども、まあ、これはこれで面白いですね。はい、じゃあね、2個目のお題、はい、はい、こちらも同じアルバムリード曲「ありがちな恋愛」から今回、はいはい、出題させていただきました。で、歌詞が「風に揺れている洗濯物の色味で、はいはい、どんな家族なのか分かる気がしてしまうよ」はいはい、結構印象的じゃないですか、ここの部分、はいはいはい、なんでね、ここを、今回2曲目のお題にしていきたいと思います。じゃあね、早速4時からやっていきたいと思います。低いんだよなこれ。お、来ました。お、さすが、さすがに、1位ね、他の曲にはなりませんでした。まあ、ちょっとでも低いですね。 57% で、まあ、ありがちな恋愛ということでね、幼児 57% でした。2位ね、バンプオブチキンの GO という曲がね、おすすめ度 9% でね、来てますけれども、どうなんですかね。まあちょっとね、これが基準にはなるけれども、全然わかんないんだよね。なんで、ちょっと次、エンターが、はーい、お願いします。いきます。おっ、わー、負けた。 62% ですね。あれ、俺が57、あれ57だから、5%。おお、ギリ勝った。わあ、さすが関門の大切。え、それよりさ、この3つ目が気になるんだけど、シンクロニシティ、どこのロイズさん、ロイズさん、ロイズさん、違うの？ VK の、ね、あれじゃね、ビジュアル系で VK ってなんかあるんですかね、の方の、俺この曲は知らない。しかも 12% ってまあまあ高い。まあまあ高いね。出してみながらって。はい。じゃあ次、レンジ。はい。お願いします。わあ、めちゃくちゃ低い。26%。え、でも上に出てくる。一番上に出てくる。いや、上に出てくる。26。さあ、たくさん。また
100% を出してください。出さねえよ。出したくねえんだよ。別の曲で 100% 出してくれ。じゃあ、いきます。65%。え、なんかやっぱ性格なの気に入って。あれ他の歌歌っちゃう時もあるけど。1位じゃん。1位よ。よっしゃー。じゃあ結果が出ましたね。1位 65% タンクさん、2ポイントで、2位が、エンタで1ポイント。おお、62% かな。そうだね。で3位がヨウジで 57% で、4位がレンジで何パー？ 26%。 でも一応みんなありがちな恋愛。いや本来こうなるはずなの。そうそうそう、なるほどね。ちょっと一発目からイレギュラーすぎたね。一発目さ、俺さ、だからオープニングでさ、まあ、まず、まあ、Google さん性格だからって説明した直後でイレギュラー出さないでくんないから、なんか落ちかみたいな。逆にすごかったけどね。そう、じゃあね、まあ、幼児からの出題は以上となります。はい、はい、じゃあね、エンタからやりますか。エンタからの出題は、おい、君に叱られた。お、はい、歌詞は、愛は甘えられるもの、許してくれるもの、だからいつだって一方的だった。 C メロのとこですね。はいはい、はい、ここ行きましょうか。はい、じゃあまあ順番は今度、僕が最後に回りましょうか。あ、そうですね。まあ、そういう風な感じでぐるぐる回る。じゃあエンタ行きます。お、出ましたね。 60%。 ここで 60% 出せるの、すげえ、すごい、めちゃくちゃ難しい部分じゃん。そう、ここにしたかって正直思ったよ。絶対難しいでしょ、ここ。じゃあ続いてレンチいきたいと思います。来ました、レンジ 84%。 高っ。じゃあ、それはこれは生きた。いや強くね。ここで 80% は強い。え、決まったんじゃないこれ。ここは2ポイント欲しい。ここ2人な気がするんだけど。 100%。 もうおすすめ度ではなくね。タンクいきます。59%。 結構みんな高いね。ここね、あれからまだ機械取ってなんか似た曲がないとかなのかな。あ、そういうのも多分あるよね、きっとね。はい、じゃあ最後ね、用意していきたいと思います。お、いやー惜しい。幼児 62% でした。じゃあ今回は、レンジ1位で、エンタが2位で、3位4位と2位を取り続ける男、はい、じゃあ2曲目の出題いきます。2曲目は夜明けまで強がらなくてもいい。あ、はいはい、こちら、光はどこにある、生まれ変わる瞬間、夜明けまでもう強がらなくていい。まあ、これ最後ですね。サビの最後ですね。はい、行きまーす。お、出た。78%。78%だけ。結構すぐ出たね。ね。はい。100% って簡単に出るもんじゃねえよ。出るもんじゃねえよ。やっぱすごいな。天才っすね、お兄さん。天才っすね。持ってるね。持ってますね。しかも秒で。なんか壊れてんじゃねえよっていう。じゃあ、レンジいきまーす。来ました、レンジ 92%。 やば、青くなってる。文字のところが青くなってる。しゃー、 90% 超えて青くなるんだ。青くなるんだ。
着々とかっけー、これちょっとカラオケの採点をみたいな、かっけー、面白いな。あとタンク、いきます。81%。 おー、はい、あれ今だって2位っすね。えかな、78。すげえな、みんなそんないくんだ。はい、じゃあね、最後幼児いきたいと思います。お、出ました、幼児 82%。 お、一緒、同率か。じゃあ同率2位が生まれましたね。でもやっぱすごいよね。いや、シンプルにやってますけど、すごくね。こんな、そうよ、こんなあれなんだ。鼻歌歌っただけでさ、こんな一回を除いて確実にその狙ってる歌が出てくる、ね、すごいね。精度がすごいですね。じゃあ続いて、レンジですね、出題の方お願いします。はい、じゃあレンジの方出題させていただきます。じゃあまず1問目の方、曲の方、ときときめきめきです。いやー、これは乗りすぎて逆に変になりそう。歌詞の部分はもうあれですね、もうサビの最初の君にときときめきめきときめいて、気持ちそれ入れたら絶対下がる。まずの部分で再現お願いします。それ入れるとね、絶対変わってきちゃうから、絶対ね、下がっちゃうね。やるとこいいね。じゃあトップバッターレンジいきたいと思います。いきました、レンジ結果 84% です。高い。はい、じゃあ続いてタンク。低いね。あ、54か。差が出るもんだな。ね。ブラックスは BTS が1個スペード 20%。結構高い。はい、じゃあ続いて、料理いきたいと思います。お、出ました。幼児ときときめきめき 79%。 まあまあまあ、ここでやっぱ1位にね出れないのはちょっと悔しいですけどね。強い。なるほど、じゃあいきますか。じゃあいきます。お、 82%。 おお、おわー、ギリ負けた。危ね危ね。じゃあ、今回はレンジが、1位で2ポイントで、エンタさんが 2.1 ポイント、なるほど、3位4位と。なるほど、はい、結構でも面白いし、結構その歌によって変わるもんだな、ね、なんかずっと誰かが、まあ割とでも強いけど、ね、そうね、ずっと2曲目の発表したいと思います。はい、2曲目僕だけの光。好きですね。好きだね。居酒屋一番好きだもんね。好き。好きですね。本当に大好き。好きですね。歌詞の部分。こちらもね、多分分かりやすい部分。ピックアップしました自分は。僕だけの光手に入れたい。そう、他の誰も持っていない。の部分でいきたいと思います。はい、じゃあトップバッター、レンジ。はい、と思います。うわー、来ました、 54%。 低い。おお、低い。薄いのか、これは。下、チョコレートディスコが入ってますね、なぜか。チョコレートディスコ、あ、ちょっと似てるかも。ちょっと似てるかもね。似てるね。なるほど。おい、
わ、初めて、おー、意外な発見。新しい発見が。これ面白いな。面白い、面白い。いろんな曲でやってみたい。すごい、いろんな曲やってみたい。続いて、パンクいきまーす。低いな、40%。おー、やっぱ難しいのかな、この曲。あれから何コビするかかな。あー、上がったり下がって、わかんないけど。じゃあ、いきます。来ました、 76%。 OK、 いただきました、これは。すげー。これで2位は、ね、確定ですね。残念で1位ですけど。さあ、ここでエンタがトップに躍り出るのか、はたまた何位になるのか。いいよ、お願いします。いいよ、くれ。うわー、 69%。 うわー、高い。あー、下下1位を取れた。やっぱチョコレートディスコ出てくるんだ。やっぱチョコレートディスコ出てくるんだ。ほんとだ。マジかー。やっぱ1位取れないか。確かに。ずっと2位だね。ずっと2位で。安定してる。安定してる。じゃあ、最後はタンクさんかな。はい。お題の方お願いします。タンクが選んだ曲は、スカウトマン。あー。はいはいはい。私の商品価値とは。うわ、これも点数でな、その部分だな。出したい、他の曲でそう。ってとこです。ちょっと難しそうだなと思って選んでました。絶対むずいよ。あの曲なんか普通に難しいもん、なんか。はい、タッグいきます。27%。 一応出た。出た。ほんとだ。いや、むずいよね。いや、むずくねえぞ、この部分。ハードだっけ。いきます。違う。出た。でも勝った。わんかよ。わんかよ。スカウトは 39%。 そうだね。なんかすげえ間違いだよ。多分最初のところだけじゃないですかね。これはスカウトマンだろうと Google さんに評価いただきました。4割型スカウトマンやな。おい、いきます。出なかった。 19%。 俺が間違えて、あれにお前ら2人ともやられてるぞ。じゃあ何パー以上で2位。 40%。 俺 39% だからさ、 40% 以上で10%で、あれ何パーだっけ。 20%29%30% 以上で。なるほど、わかりやすい。 30%。 じゃあラストレンジいきます。あと何か。来ました、 56%。 OK。 いいなぁ。いいなぁ。いただきました。スカウト、もしかして AI？ あ、 AI？ そういう風にプログラミングされたもん。AI レンジ。 AI だったらもしかして、やっぱ名前からもレンジ。 AI の気持ち分かりすぎじゃない？そうそうそう。すごいね。ラスト何の曲で来るのか、はい、そうね、ラストですよ、通りですよ。ラストは、あ、ちなみにポイント今どうなってるんですか。あ、はい、じゃあ7問目終了までの時点でね、得点の方がですね、ヨジさん、はい、6ポイント。おお。エントさんが5ポイント。私エンジが9ポイント。強。タンクさんが3ポイントとなっております。お前クイズじゃなくても弱いやん。これはクイズじゃないよ。これはもう技術だから、もう知恵も技術もない。なんだ、メンタルか。あとはフィジカル、フィジカルとメンタルでいいんですけど、
最後ぐるぐるカーテン。ああ。点点回帰。はい。なんとなく落ち着くの教室の遠く遠せきです。なるほど。Aメロの一番大事。はい。タク、行きます。42% 伸び悩んでんね。なんなら46にしたかったね。確かにこれ46出したらもう無条件1位とかになる。あ、いいね。マジでやべよ、狙って半分いってねえのに。それだって思ったわ。はい、幼児いきたいと思います。10%。 微妙に負けたわ。むずいね。意外とむずい。意外とむずいな。表題のなのに難しい。表題とかは簡単なイメージだけどね。ね、分かりやすいメロディーっていうかね。だし、まあ多分俺らも聴いてる回数多いし、やっぱり。じゃあ行きます。45%。 おー、惜しい。46点数。あと 1% よ。せめぎ合いよ、この微妙なせめぎ合いを。みんな微妙に狂ってんだよね、半分ぐらい。なんかこれじゃねえなんて。じゃあラスト演技いきたいと思います。パーンって画面変えちゃってください。来ました。お、32%。 最後の最後やったな。あれ、俺だった。あれ、おかしいな。俺よね、うん、45% で1位。そうね、1位、2位、3位、4位。難しいんだね。絶妙な攻め際に勝て自信満々でいたわよ。俺もこれは別に難しい曲じゃないと思って選んだつもりだったんだけど。結果発表。イエーイ。さあ皆さん、いかがでしたか、今回のクイズ動画。クイズというか、なんだろうね、検証動画。検証動画。いつもと違った感じでね、また面白かったね。あのポイント競い合ってるんだけど、誰か出題者がいるわけでもなく、4人で。で、あの戦う相手も、まあ、僕らで戦ってるけど、その検証してもらうのは機械にっていう。バーサスグーグルみたいな。そう、バーサスグーグルみたいな。確かに。まあね、これ YouTube もね、グーグルのサービスですから。ああ、確かに。ああ、やっぱりね、グーグルさんご利用させていただくというところですね。結果の方お願いします。はい、じゃあ結果の方発表していきたいと思います。じゃあまず4位の方からね、発表していきたいと思います。4位、4ポイント、タンクさん。あんまないですから。ただ単に下手だった。鼻歌が下手な人。なんかクイズもできないし、鼻歌も下手と。なんだったらできんだよ。でも一曲完璧に出して。確かに。同じと違うから。違うから。じゃあ続いて第3位、6ポイントで幼児。最後ね、逆転されちゃったんだよね。そうね。途中まで2位だったのに。最後はね、いや最後は僅差の勝負だったもんね、その辺は。その辺はね、泥試合、泥試合だった。そう、その辺は僅差の勝負だったもんね。今回は泥試合で。じゃあ続いて第2位、7ポイントでエンタ。マジで1位が取れるんだ、ずっと。そうね、なんかずっと安定してね、ずっと最後1位取ったんだ。ずっと最後だけ1位だった。安定して2位を取り続けてたね、確かに。それはすごい、2ポイントが取れなかったのか。それは確かにでかいかもしれない。そして、流行る第1位は、ドルル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 ル
いや1位がいっぱい取れたってところで、ね、結構あれよね、あの上振れと下振れがすごかった、ね、ドンかドンみたいな、26とか32とか出してる感じ、なんだかんだ。でもね、唯一あの、まあ、タンクのあれは除外して唯一90ポイント出したんだけど、ああ、そうだね、あの青文字が見れましたんで、いやー次回は 100% 目指すね、これは。いやマジでね、今回どうでした、初の試みでしてだけど、ね、めっちゃ面白かった、俺はめっちゃ面白かった、ね、これね、まあ、今回鼻歌でやったけど、うん、あの普通に歌詞ありで歌ってもできるみたいなんで、あ、今度もしあれやったら、まあ、やっぱりなかなか著作権の関係でカラオケの動画って撮れないじゃないですか、うんうんうん、だから普通に歌詞ありで、まあ、なんかまた同じような企画、鼻歌検索じゃなくて、まあ、普通に歌検索、うん、確かにで、はい、やってみても面白いのかな、その簡易的なカラオケみたいなもんだから、いや本当そうよ、そうね、まあ、あの点数がパーセンテージになってドンって出てくるみたいな、まあ、ちょっと採点基準とかはね曖昧なんで、まあ、そこはね、まあ、機械任せなところになっちゃうんですけれども、うん、まあね、今後もなんかこういったね新しい、まあ、クイズ以外でね、なんかあのこんな企画できるんじゃないかなっていうのを見つけたらやっていきますし、逆にね視聴者さんの方でね、こんなことやったら面白いんじゃないかなっていうのもありましたら、ぜひね、コメント欄かツイッターの方で、教えていただけるとね、めちゃめちゃ助かります。はい、じゃあね、この動画を見て、鼻歌検索やってみたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いいたします。それでは次回も楽しんでいきましょう。